あなたならいかに戦うか見せていただきましょう。を倒さねば世の乱れは収まらぬ。敵本陣に切り込み狩猟を撃つ。助けてください。まだこんな奴らに襲われているんだよ。よっしゃ、我らに任せておけ。大きい方を追い払ってみせよ。ストップ。欲得の手を借りたいところだ。まずは勝機を手に入れねばならんが。はっ、ついに逆らう愚か者め、ここは通さらず。はっ、よし、勝機を見つけたぞ。それで欲得を呼ぶことができる。欲得、よくぞ来てくれた。今より用地を制圧する。手伝ってくれ。任せてくれ、兄者。俺様が黄金の奴らをぶっ飛ばしてやるぜ。敵将は僕が討ち取りました。恩人がガラ空きだぜ。今のうちにぶっ潰してやる。危ない。これでは遠いか。兄者、ここは拙者にお任せください。敵将は僕が討ち取りました。見せる。敵将は僕が討ち取りました。
これで敵本陣に攻め入ることができる。我らの勝利だ。見事です。私が見込んだ通りの腕前でしたね。賊の乱など誰にでも収められよう。どうやら芝居殿も納得されたようですね。では軍議を始めましょうか。過去の激戦、心ゆくまで論じましょう。炎上の戦いを論じるのはどうだい。あの時は曹操殿を追い詰めたが逃げられてね。曹操の窮地を救ったのは親衛隊の天意。彼の力なくば結果も変わっていただろう。あの曹操殿のことだ。一人でも何とかしたかもしれないね。さて、あんたはどうかな。天意なしであの地獄を生き残れるかい。
偽りの降伏でわしの遺弾を我が名の分離するか邪神の未来をうまくいったわ。このまま創生を押し潰してやれ。まずは味方と合流せねばなるまい。全軍城門付近の敵を一掃せよ。まやかしの剣など、剣を投げば消える
撃たれば面目が立たぬ。さあ勝負してもらおう。よし、上位になり味方と合流する。長次、貴様の本音を破ったぞ。わしを騙した憎いを受けてもらおう。まさかあの窮地を脱するとは。そうそう、恐ろしい男よ。軍師たるもの、失策者は己の手で埋めないとね。Hey!
止められはせん。 劣勢を覆し攻勢に転換したか。見事な戦ぶりだったぞ。しかし過去なんか振り返るもんじゃないね。己の爪の甘さを突きつけられた気分だ。 死水艦の戦ではそれを実感させられた。猛将関羽もいたあの戦か。<笑>兵端など戦前に整えておくべきであろう。言い訳になるな。戦前の備えは十分だった。だが思いもよらぬところに問題があったんだ。さて、 君ならこの窮地どう切り抜ける。暴君董卓の率いる賊軍など この名族が束ねし連合軍の敵ではない。ジョエ、ここは二方面から攻めるぞ。援護軍など蹴散らしてくれるわ。あのような輩民族が手を離すまでもない。さっさと防ぎ止めよう。敵将は僕で討ち取りました。 敵将は僕が討ち取りました。
今日は僕が討ち取りました。届かねえのか。腹が減って力が出ねえよ。兵糧がなくては士気が上がらぬな。炎術殿が届けてくれる手はずだったな。これ以上孫権に手柄を与えてなるものか。孫権には兵糧を届ける必要はない。敵将は僕が討ち取りました。治水艦は抜かせぬ。ひるむな。この程度で民族の勝利は揺らがぬぞ。へっへっへっ。やってみせる。ここで演じつめ。今だ。ぶっ潰してやる。へっ。はっ。やはり火竜は豪のもの。奴を相手にしながら止水艦は落とせぬ。ならば火竜を止水艦から引き剥がせしかあるまい。へい。えいはえいはえいは。はっ。へいへい。えいはえいはっ。
よし今だ、止水管を攻め落とせ。引き続き、董卓の追撃にかかるぞ。
うまく切り抜けたな。君の戦とても参考になった。鮮やかな手並み見惚れるほどだったぞ。無名の将の戦に感じ入るとは。高等の周囲も落ちたものよ。芝居殿、あんたの話が聞きたいね。縁の高尊縁との戦では長雨に苦労したとか。雨天は進軍を阻み疫病を呼ぶ。その状況で伏兵でも置かれたら。くだらん。高尊縁は凡愚、いかなる状況であろうと敵ではないわ。試しに戦ってみるがいい。勝てねばお前もボングの仲間入りだがな。高尊縁、縁王を称するとはとんだボングよ。遠慮はいらぬ。徹底的に叩き潰せ。長雨のため兵糧が不足している。長期戦は下策。一気に勝負を決めるぞ。ヘイッヘイッハイッヘイッヘイッ。敵将は僕が打ち取りました。ヘイッハイッヘイッヘイッヘイッハイッヘイッハイッ。やった、褒めてやろう。敵将は僕が打ち取りました。やってみせる。はっ、へいっ、へいっ、へいっ、はっ、へいっ。敵の奇襲だと。どうするのに、ここに兵を伏せていた。奇襲のために各地の拠点を落としていた。くだらぬ策を残らず潰してやれ。敵将は僕が討ち取りました。
ける。敵将は僕が討ち取りました。噛み締めているだろう。形勢は不利か。味を忍んで後に救援を求めるほかあるまい。この輪に及んで呉を頼ろうとはな。救いようのない亡命よ。敵は芝居だ。皆の者奮起せよ。尊敬が来たか。ちょっとまとめて相手をしてやろう。見せる。
せを進むのだ。お前に殺されているわけにはいかんのだ。愚者は消えた。我らの勝利だ。破っただけのことよ。かくよ、ずいぶんと楽しそうだな。私も加わるとしよう。これは宗妃殿、歓迎するよ。さあこちらへどうぞ。欲しいのかしら。
感じですわよ。